もうね、今回ってますね。はい、というわけで、山内周一のまったり取り券。目の前を人が通り過ぎました。そうですね。昔M ステでさ、タモリさんの前をディル・ワングレーのトシヤさんが通り過ぎて、で、トシヤさんのお母さんからタモリさんに謝罪の電話があったし、うちの息子はすいません今それを思い出した多分この動画見てる人で誰も思ってないと思うけど、うちの母親から謝罪が入ることはないよ。ないだろうね、うん、すいません、 M ステのトシヤくんの時みたいに。ないだろう。いやいや、今日が何の日かってことですよ。終戦記念日か。そうそう、撮影してるのはね、ん、撮影してる今日はね、終戦記念日なんですが、1年前に僕らトークライブやってるんですよ、うん、タイトルも忘れたけど8月17日、ほぼ1年前に、その2日前です、1年前ね、2019年の2日前、8月15日にお酒を飲むのをやめたんですよ。ああ、というわけで、今日禁酒始めて1年なんですよ。丸1年、おめでとうございます。どうですか。だから今日さ、行っちゃおうかなと思って、飲んじゃおうかなと。1年貯めたそのビールの味ってのはどうなんだろうかっていう。飲む。そう、いいっすか、席外して。おっしゃ、いって。こっちか。段取りね。段取りが悪い。というわけで、なんと飲みません。オールフリーだね。飲まないね。今日本当は飲んだら面白いかなと思ったんですけど、飲みたくなったりはしない。もうこれオールフリーとかさ、ドライゼロとかいろいろあるんだけど、これで全然美味しくて間に合っちゃってて。そう。うん。今友達もなんかノンアルコールビール興味持ちたい。すいません、ちょっとお先に始めさせていただきます。うめえ。そうか。うまいよ。味は変わんない。変わる。変わんない。正直申し上げて、ビールとか飲んでる時は、初めての時になんだこのまずさと思った。ところが美味しいっす。美味しい。紙巻きタバコやめてアイコスにした人が、あー、それぐらい違うかな。まずいってなったけども、の吸い続けたらもうアイコスしか吸えなくなったみたいな。なんかそれってさ、発信点がタバコだ、紙巻きタバコだったりビールだったと思う。そのスタートから動いてるからだけど、これどこがスタートかってさ。え、だってお酒から始めたんだから。そうなんだけど、お酒に近いことは必ずしも正解じゃないと。これはこれでこういう飲み物ってなった瞬間にめちゃくちゃ美味しいです。これ美味しいよ、大好きそうですよって。もうちょっと こぼしましたけど今ね、白シャツに白シャツにこぼしましたけど、大好きですね。大好きです。あんまり格闘技見てきてさ。ね、言ってたね。ライジン見てきたよ、23。感動したね。それはあれじゃない、マル君と話した方がいいよ。お、いやいや、わかんない。違う、わかるんだよ。もうやばいよ、格闘家だよ聞いたらみんなが。そんな簡単になれる。いや、そのプロの格闘家じゃないけど、心の格闘家になるよ。拳もまだね、まあたまに作ってるし。ああ、そうだ、まだちょっと固め。いや、まあいろいろ9試合全部だったんだけど、2日間あるうちの2日目に行って、ピアアリーナ MM。 2日で9試合。うん、2日合わせると18試合、20試合近くあるのかな。俺2日目だけ行ってさ、前の日ラジオ終わったから行けなくて。ああ、初めて格闘技を生で観戦して、だから本当ににわかファンが初めて行った状態。さ、なんか格闘技ってさ、このリングのやるじゃないですか。で、PR アリーナって4階まであるところで、俺は1万5000ぐらいの席だったから3階なのかな。遠いんだけど、でもなんか、ちょっと一応見える。いい会場です。でも、面白いね。なんかもうさ、野球好きだけど、野球とかって9階まであって、こう、だらっと見れるんだけど、格闘技ってその一瞬でチョーク決まったりとか、十字決まったりとかして、早いよね。秒で、ね、パンチ当たったりして形勢逆転とかするから、本当に見逃せないっていうのでさ、タイトルマッチよ。はい、扇久保博正選手と朝倉海選手のバンタム級かな、MMA 総合でさ、ベルトかけた試合で、扇久保選手って俺たちの同級生なのよ。
同級生っていうのはそのあれよ、同じ学校じゃなくて同年代、同年代というか1987年生まれてさ、やっぱちょっと応援するじゃん。そうだね。なんか荻窪選手はもうトップ選手なんだけど、年が一緒っていうだけでどこかさ俺らぐらいうだつが上がらない人なんじゃないかみたいなさ。それは失礼よ。それ願望、願望、もう願望が部屋とか汚くあってほしいし、なんか10円でも安いカップラーメン食べててほしいみたいなさ、一駅ぐらいだったらちょっと歩いてほしいし、分かんないけど、でもそう年が近い、それは俺らな、うんうん、それは俺らね、うん、多分荻窪選手は多分全然そんなもんないんだけど、うん、スターだからさ、うん、とあの今をときめく朝倉海選手。朝倉海選手知ってる？名前は知ってる、試合見たことない。ああそう、だから日本ってその俺も受け売り知識なんだけど、バンタム級してんのって言って、まあ、一人荻窪選手、石渡選手、佐々木ウルカズ選手、元谷選手って言って、そのさらに上に堀口恭司選手っていう、もう UFC で世界にトップを争うところでタイトルマッチをしたことがあるとんでもない日本人がいた。四天王といつその上に堀口選手がいるっていう状態の中で、去年この堀口選手ここには何度も勝ってたりするのよ、当たって。朝倉海選手っていうさ割と若手のスファイターと当たって、まあまあ差がどっちが勝つか分かるじゃん。そしたら朝倉海選手が60秒で KO しちゃったのよ、堀口選手を。今まで誰も倒せなかった人、四天王ですら倒せなかった、そう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 、みたいなことになって、どえらいことになった。そうだね、強いね、強い。それがね、次じゃあ堀口選手とまた再戦して本当にどっちが強いのか決めましょうっていう前に、一回その四天王の一人は佐々木選手とやったの、佐々木浦香選手と。でそこに負けたら、まあ言ってもさ一回勝っただけじゃん。佐々木優香選手をまた1分弱で KO しちゃったのよ。堀口選手も1分で KO して、1分だよ、5分かける3ラウンドの1分で最初ので。佐々木優香選手も孫の骨とか折れちゃったりして、もうほんと選手生命、まあ今復帰向けでやってらっしゃって多分大丈夫だけど、顎って、いや顎2箇所骨折れてんのよ、パンチで。いやプロ同士の殴り合いよ、すごいね、ぐらいあって。でもいろいろあって大晦日で、堀口選手とやるはずが、堀口選手は怪我しちゃって代わりにマネルケープっていう外国人の選手とやって、ここに勝ったら朝倉選手がチャンピオンだったのよ。堀口選手がベルトいらねえって言って男気あるから返したのよ、俺持っててもしょうがねえやと、また取り返すしみたいな。でじゃあそのチャンピオンが不在の状態だから、マネルケープっていうのと朝倉海って2人でやったら、マネルケープ勝っちゃって、でしかもそのベルト持った状態のままなんか UFC ってさっき言った団体に引き抜かれちゃって、チャンピオンがまたいなくなっちゃったのよ。それどうすんの、ベルト。そこでじゃあその四天王の人に荻窪選手と朝倉選手でベルトをかけてタイトルマッチしましょうっていうのをこの前見に行った試合なの。朝倉選手もすごいね、大晦日に負けてるのにまた次の試合もタイトルマッチっていう、まあ運がいいよね。うーん、けどまあそれだけスターだからさ、やってまあ、大木久保選手も四天王の一人、堀口選手1分で倒した、四天王の一人佐々木選手1分で倒した。じゃあ大木久保選手、俺らの同級生どうなるか。2分持たずぐらいだった、ずーっとね、1ラウンド1ラウンド KO で朝倉選手勝った。あら、でチャンピオンになったわけですね。すごい、だから堀口選手、佐々木選手、大木久保選手を全員1ラウンドで倒してる。すごい、だ本物なのよ、もう怖いよ、俺勝てねえと思った。山内と甲斐選手が俺とやってやった時に、うん、でしょうね。いや難しさあると思うんだ、朝倉選手も見たことない相手だからデータがない、データがないから、その分析力がすごいから、朝倉選手、お兄ちゃんのミクル選手と2人でさ、兄弟で分析力すごいけど、データがないからどうしていいか分からない。最初ちょっと戸惑うと思うんだよね、朝倉甲斐選手も。こっちもなんかさ、こう拳は作ってるじゃん、俺もだから。そうだね、強いぞとか言うさ、さ、4秒考えると思う。考えるね、4秒は考える、考えると思う、うん、とりあえずちょっと一回パンチ出してみよう。そうそうそう、で、あっいけるわって思ったいけるわって思った、ね、いけるわっていうか、これで冗談じゃないんじゃないかっていうね、うんうん、なると思っちゃうだろうね。それぐらい俺は弱いって話なんだけど、まあ違うからね。でもさ、もう荻窪選手もずっと打倒堀口って人生を歩んでるわけよ。格闘家もさ、俺ら33じゃん、もうなるじゃん、33って格闘家ってもう年齢的にもなわけよ。
そうだね、大変だろうなっていう中で、もうチャンピオンになるラストチャンスとは言わないけど、まあ、かなり今いい時期だったけど負けちゃって、で堀口選手が今アキレス腱の怪我治してる最中で、大晦日とか年内間に合うのかな分かんないけど、試合負けてもボコボコにされてるわけよ、荻窪選手ホスムとしてて、そこに朝倉選手が勝ったから挨拶くんだよ、試合もう決着ついて数十秒後よ、ありがとうございました。荻窪選手はさ、強い強いよってね、大晦日堀口とやろうねって、その自分がずっとこの人生で倒したいと思ってた相手堀口選手にと大晦日もう一回やれよって、自分を倒した相手に言うね、大晦日堀口とやろうねって、朝倉選手がはい勝ちますって言って、その今さっきまで殴り合いこそしてたけど、本当に拳を交えた者同士の絆というか、荻窪選手のその、まあ、言っちゃなんだけど、まあ、俺は今堀口と戦う権利がない、今負けたから、だから頼むぞ若いのと、お前倒せと言うさ、それをさ、あのこんな安いマイクじゃないと思うけど、ライジンのマイクが微妙に拾ってんだよ、動画見ると分かる、うん、感動して、今俺ちょっと別のこと考えてて、さっき話した池田エライザちゃんっていた話をしてて、そういえばあの子はおっぱい大きいなと思ったんだよ俺言ってること違うなと思って、ちょっとごめん、さっきのこの一個前の動画のことを考えてたわ。こういう話はマル君としよう、もう今全然頭に入ってきてない。イライライズちゃんのいいところは本当に歌がうまいことに俺はびっくりして、ちょっとその話しようか。マジでマジで俺朝倉海に言うよなんか海選手の話こいつ聞いてなかったですよ、全然入ってこなかった今、ここ来たら海選手、まあ、最初4秒は戸惑うよけどやられるよ、やられるね